第1話、足の速さが高速を超えたらどうなる。よし、みんな集まってるな。今日の授業は持久走だぞ。ちなみに走る距離はフルマラソン 42.195km の約2倍である90km だ。なんで倍？そこ普通にフルマラソンでいいですよね。先生、マラソンなんてだるいぜ、やめにしませんか。俺も兄貴の意見に賛成だな。90km なんて走れる気がしない。フルマラソンにおける男性の平均完走時間は4時間30分ですからね。その倍となると最低でもゴールまで9時間はかかります。今から始めたら夜になってしまいますね。他のみんなも反対なのか。まあ今より足が速くなってささっと終わりにすることができるってなったら少しはやる気が出るかもですが。なら望んだ足の速さになれる世界があったらどうだ。それならやってみようという気にはなりますけど。ならその世界受けたまわった。え、邪気を退けし霊剣よ、次元を切り裂き汝が望む世界を呼び覚ませ。すまない。うわ、ここどこ。持久走のスタート地点だ。ここから5つ先の町まで行って折り返し、ゴールは学校の校庭だからね。ちなみに1位の人には商品を出すぞ。何？ミルク1年分とかでもいいのか。なあ、構わない。よっしゃー、がぜんやる気が出てきたぜ。んじゃ、スタートの合図は俺がやってもいいか。オッケー。それじゃあ行くぜ。位置について、ヨドン。あー、きったれ。ヨドンってなんだよ、ヨドンって。へん、勝負ごとには駆け引きが重要なのさ。にしてもすげえな、本当に望んだ足の速さになってる。この調子で1位はいただきだぜ。って、うわ、望んだ足の速さってことは自分が想像した足の速さになれるってことだろ。ならミスターレッドより俺たちが想像した足の速さの方が速かったってことだ。おっしゃー、このままゴールを目指すぜ。どーって負けられねえ、ミルクは俺のもんだ。どわー、なんなんだあれは。おそらくソニックブームですね。ソニックブーム？物体が音速を超えた時に周囲に発生する衝撃波のことです。ってことは赤ちゃんは音速を超えたってことか。そうなりますね。どー、もっと速く、もっとだ。どー、その時ミスター赤ちゃんは光の速度を超えた。やったー、俺が一番だ。で、なんかボロくなってないか。どわー、その姿どうしたんだ。久しぶりじゃの、あの頃と変わらず若々しい。すまない先生、これはどういうことだ。赤ちゃんが宇宙へ旅立って80年が過ぎたからの。80年。うむ、浦島効果というやつじゃよ。光の速さで動くものの時間の進み方は止まっているものと比べて遅くなるのじゃ。え、じゃあミルク1年分は。さすがにタイムオーバーじゃろ。勉強になったの。すまない。第2話、無人島で一人になった結果。建築は楽しいな。こいつは俺が設計した無限の塔の模型。次元をつないでいつでも好きな場所へ移動できるっていうすごい塔なんだけど、いつかこいつを実際に建ててみたいぜ。おい、そっちに行ったぞ。おらおらい。って、うわっ、うわっ、俺の塔が。ああ、悪い悪い。たまく、教室内でボール投げするなよな。ここなら誰にも邪魔されないだろう。すまない、射撃の訓練をしていたのでな。さすがにここなら誰にも邪魔されな。漏れる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 。おい、助かった。どうしたんだ金さん、そんな浮かない顔して。聞いてくださいよ先生。というわけなんですよ。ひどいですよね。それは散々だったな。ああ、誰にも邪魔されない一人っきりでいられる場所があったらな。
例えば無人島とか。試してみるかい。え、できるんですか。だったら行きたいです。なら、その世界、受けたまわった。邪気を退けし霊剣よ、次元を切り裂き、汝が望む世界を呼び覚ませ。すまない。おお、この鬱蒼とした森、どこまでも続く海、そして広くて青い空、ここはまさしく無人島だ。ここなら誰にも邪魔されず、心ゆくまで模型が作れるぞ。よーし、早速。できた。おお、こいつは我ながら素晴らしい敵だぜ。これも無人島に来たおかげだな。あ、そういえば模型作りに集中しすぎて食事を取るのを忘れてた。あと喉も渇いたな。とは言ってもここは無人島だからな、どうやって調達しよう。そうだ、物作りが得意な俺からしたらそんなの簡単だった。道具は一通り揃ってるし、あとは島に転がってるものを使って。できた。海水から真水を作る装置、うまい。我ながら完璧だ。あとは食料か。ん、これ使えそうだな。これをこうしてっと。できた。こいつを海に向かって、それ。おっしゃー、大量大量。ふう、食った食った。無人島生活も思いのほか快適だな。好きなことにも集中できるし、この塔を実際に作った時には皆にも見に来てほしいな。でも俺以外誰もいないこの場所じゃそれも無理か。おーい、銀さん。すまない先生、なんでそんなとこから。それに皆も、ここは銀さんが望んだ世界だからね。この塔の模型もミニサイズながら本来の機能を発揮しているんだと思う。みんな、それにそろそろ銀さんも寂しがってるんじゃないかなーってみんなが言うもんだからね。会いに来たんだ。おーい、なんか俺だけ引っかかってるんだが。にー、あ、ふぅー、やっと出れた。きつかったぜ。え、ん、うわー、ひ、すまん。仲良きことはいいことだ。すまない。第3話、盗みを働くたびに寿命が縮んだら。チャンネル登録と高評価よろしく。おいみんな、今からテストするぞ。じゃあ始めっと。いきなり、ね、くそ、全然わからないぜ。マジか、もう終わったのかよ。待て、それならへへ俺の盗みテクニックにかかればこんなもん。ま、兄貴ずる。ん、お前も映すか。え、いいの？ラッキー。はい、終了。答案用紙を集めると、と、そこからの高速採点。よし、終わり。じゃあ結果を発表するぞ。ミスターブラックとミスターレッド、ミスターブルーの3人は100点、ミスターバナナとミスターマネー、ミスター銀さんの3人は20点で、ミスター赤ちゃんは0点だ。なんでだ。やっぱすげえぜ、兄貴の盗みテクニックは。誰にもバレなかったもんな。へへ当たり前さ、山賊仕込みのこの技があれば何だって盗める。例えばこんなもんだ。ま、こんなもんよ。すげえ。な、あまり感心できないな。すまない先生、テストのこともあまり感心できないな。だ、一体何のことですか。ミスターレッド、君にはちょっと盗みの技を使うとペナルティが発生する世界を体験してもらう必要があるかもな。え、邪気を退けし霊剣よ、次元を切り裂き、汝が望む世界を呼び覚ませ。すまない。何も変わってねえじゃねえか。すまない先生もいなくなってるし、何がしたかったんだろう。まあそんなことはどうでもいいじゃねえか。それより腹が減ったぜ。あ、俺も。じゃああれなんかどうだ。あ、いいね。それじゃあちょっと拝借して。ほげー、兄貴。何が起きたんだ。さっき言ったじゃないか、盗みを働くとペナルティが発生する世界だって。なんだって。それじゃあこの世界では俺の才能が発揮できないってのか。一瞬絶望しかけたが、俺は素早さにも自信があるんだ。そんな雷くらい避けてやるぜ。それで、なんだ、胸が苦しい。ペナルティは徐々にエスカレートしていくんだよ。今のはミスターレッドの寿命が10年縮んだサイン。
は？なんだって？そんなことが本当に。ほら、頭の上に表示が出てるでしょ。うわ、なんだこれ、いつの間に。でも何も盗まなければ問題ないんじゃないか。バカ言え。これから先盗みのテクニックが一生使えないなんて、死んだ方がマシだぜ。うわ、言わんこっちゃない。さっきよりひどくなってるぜ兄貴。俺の寿命が何歳かわからないけどって、こいつはかなりやべえな。もうやめておいた方がいいよ兄貴。そうだね。ん、なんだ。まずい、このままじゃ盗みのテクニックを使ってあの子の体ごと盗めば助けることができる。でもそれをしたら俺は、いや、今はそんなことを考えている暇はない。ふう、なんとかなったぜ。でもあれ、なんともないぞ。人の心を盗むのは盗みのうちに入らないってことだと思うよ。あ、いや、ほぎゃー、しびれすぎてすまない。第4話、お化け屋敷の怖さが限界突破した結果。おお、ここが話題の遊園地、スマ級チャレンジランドか。この遊園地は絶叫マシーンが有名らしいぞ。面白そうじゃねえか、早速乗ろうぜ。いいね、俺そういうの結構好きなんだ。はあ、絶叫少子、この世に俺を絶叫させられるものなんて存在するわけがない。で、その絶叫マシーンってのはどれなんだ。園内マップによると確かこの辺りに。俺はパス。俺もいいや。ミスターブルーが乗るところを見てるぜ。はあ、なんで俺。ミスター赤ちゃんこそさっき面白そうだって言ってたじゃん。そんなことを言ったか。てかミスターブルーだって俺結構そういうの好きって言ってたじゃねえかよ。それはああいうのじゃなくて、もっとこう、あ、そうだ、ミスターマネー、お前が乗ればいいじゃん。あんなのへっちゃらなんだろ。はあ、絶叫できないのにわざわざ乗る意味はないだろう。よって俺は乗らない。なんというヘリクス。まあまあ、揉めるくらいならあれで決めればいいんじゃないか。お化け屋敷、どういう意味ですか先生。あの中に入って一番怖がった人が絶叫マシーンに乗るってのはどうかな。お、いいじゃねえか。俺はお化けなんて怖くないぜ。まあ本当のお化けじゃないしな。はあ、面白い、乗った。じゃあ決まりで。ってそれでいいのかよ。恨めしよ。くっ、あー、出た出た。はあ、スタッフの皆さん、出迎えご苦労。ずいぶん古典的なお化けだな。さっさと行こうぜ。おお、このままだぞ、絶叫マシーンに乗るのはミスター銀さん確定だな。よっしゃ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 。な、うぅ、絶対に嫌だ。あんなの乗れる気がしねえ。絶対死ぬ、乗ったら死ぬ。でもどうしたら。先生、なんとかしてください。俺乗りたくないんです。そうだな。それじゃあ全員が恐怖を感じるぐらいお化け屋敷をパワーアップしてみようか。は？それって邪気を退けし霊剣よ、次元を切り裂き、汝が望む世界を呼び覚ませ。すまない。え、あれ、特に変わった様子は。恨めしよ。あ、また出た。さっきと同じやつじゃないか。変わり映えがないな。1枚、2枚、3枚。ん？なんだ？急に皿を数え始めたぞ。お菊さんだよ、兄貴。お菊さん？知らないのか？坂東皿屋敷っていう有名な怪談話に出てくるお化けで。え、なんだよこれ。1枚足りなーい。うわー！足りなーい。いや、絶対足りてるって。ええ、一体何だったんだあいつ。か、なんだこれ。はは、またドライアイスじゃねえの。いや、違うでしょ。なんか変な色してるし、嫌な予感しかしないんだけど。って、なんか体が痺れて動かない。そう、こいつは痺れガスだ。みんな吸うな。そう言われても、もう体に力が入らない。そう、はぁ、足りない。うえ、やつが来た。もうおしまいだ。いやえ、ミスターマネー。ん、はぁ、なんでこんなことに。ったく、
絶叫マシーンより絶叫してしまってすまなーい。最後は無理やり人気 VTuber になった結果、チャンネル登録と高評価よろしく。それじゃあまた次回の配信も見てくださいね。いやー、鬼ヶ原めのんちゃんはいつ見ても可愛いな。ゲーム実況しながらファンとおしゃべりなんてすっげー楽しそう。あー、俺も VTuber になりたいな。いや、思いついたらすぐ実行、やってみようじゃないか。でも VTuber ってどうやって始めたらいいんだ。そうだ、こういうことはミスターブラックが詳しそうだ。相談してみよう。おいミスターブラック、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。何ですか？俺 VTuber をやりたいと思ってるんだけど、どうやって始めたらいいかわからなくて。 VTuber ですか？それなら機材の他にまずアバターが必要ですね。アバター？実際にミスター銀さんが配信を行う VTuber としての姿のことです。ああ、なるほど。それでそのアバターってのはどこで手に入れれば。オリジナルキャラでやりたいのであれば自分で作らないといけませんね。いきなりハードル高そう。私でよければ作って差し上げますよ。マジで助かる。じゃあ頼むよ。わかりました。機材も余っているものがあるのでお貸ししますね。何から何までありがとう。いえいえ、これでセッティング完了です。試しにテストしてみましょう。ああ了解。ミスターブラック、画面に映ってるこれって何？あ、これは今回私が作ったミスター銀さんのアバターです。わっ、これが俺のアバター？銀色の毛玉くん、略して銀玉くんです。いやいやいや、これじゃ見た目がキモすぎでしょ。絶対人気出ないよ。そうですか。ミスター銀さんの特徴をよく捉えていると思うのですがね。俺ってミスターブラックからはそんな風に見えてるの？似てねえよ。とにかくこれは却下。そうですか、残念ですね。我ながら結構自信作だったのですが。違うのはないの？できればもっと可愛らしい女の子のアバターがいいんだけど。そう来ると思ってもう一つ用意してあります。そう来ると思ってたんだ。でもう一つのアバターってのは？それはこちらです。毛先にリボンをあしらってみました。可愛らしいでしょう。変わってねー。これも却下。そうは言ってもこれ以上は用意していませんが。とりあえずこのアバターでテスト配信をしてみませんか。どんなものが受けるかわからないですからね。実際にやってみたら案外人気が出るかもしれませんよ。そうかな。じゃあ試しにやってみるよ。わかりました。では早速生配信の準備を。準備 OK です。では行きます。あ、ボス、俺銀玉、今日が初めての配信なんだけど、みんなよろしく。そういうキャラなんですね。誰もこれ。まあまあ最初はそんなもんですよ。あ、一人来た。ボス、よく来たな。俺銀玉。うわ、キモ。おいー、こんなんじゃ人気 VTuber なんて夢のまた夢だよ。あ、二人とも、こんなところで何をやってるんだ？お、すまない先生、いつの間に。ちょっと見回りよね。で、どうしたんだい？そんなに落ち込んで。それが…ふむふむ、なるほど。なら今すぐ、人気 VTuber になった世界を体験してみるかい？本当ですか？ぜひお願いします。よし、それなら、邪気を退けし霊剣よ。次元を切り裂き、汝が望む世界を呼び覚ませ。すまない。お、これが俺のアバター？メロンちゃんぐらい可愛いじゃん。しかもボイスチェンジャーで声も女の子っぽくなってる。よーし、早速このアバターで配信開始だ。ハロハロ、みんなのアイドル銀子ちゃんだよ。今度はそういうキャラなんですね。って挨拶しただけで視聴者数がすでに150万人に達しています。おお、そいつはすげえ。みんなありがとう。今日はみんなの質問に答えるよ。お、早速。何何？銀子ちゃんが今欲しいものは何ですか？そうだな、ちょっと高価だけどダイヤモンド製の建築用ハンマーかな。お、なんかスパチャがすごいことになってるんだけど。うはー、これはハンマー以外の大工工具も買えそうな勢いだぞ。ちょっと待ってください。どうかしたの？このスパチャ、さっきから同じ人が行っているようです。
え、うひょー、銀子ちゃんかわいいぜ。あ、あれは銀子ちゃんのためにスパチャをどんどん送るぜ。ミスターマネー、もっと金だ。はぁ、金ならどんどん使ってくれたまえ。銀子ちゃんのためなら全然惜しくないからな。うわぁって、あ、これってミスター銀さんじゃねえか。銀子ちゃんの正体ってミスター銀さんだったのかよ。ねえ、俺の銀子ちゃんへの思いをどうしてくれる。許さねえ、てか金返せ。彼女への思いを踏みにじった報い、ただ金を返してもらうだけじゃ済まないかもな。あわわわわ、地道に VTuber を目指した方がいいかもしれませんね。いや、もう VTuber はいいです。銀子ちゃんが可愛すぎてすまない。第6話、転売ヤーになって儲けようとした結果。チャンネル登録と高評価よろしく。はあ、今日は上質なトリュフとフォアグラをふんだんに使った最高級弁当を用意した。いい素材を使っているだけあってとてもうまそうだ。特にこのわずかな量のキャビアはキャビアの中でもなかなか手に入らないアルマスペルシカスという最上級品。では早速いただくとするか。あ、ミスターマネー、いいもん食ってんじゃねえか。一つもらい。うめえなこれ、サンキューな。弟よ、帰りにちょっと付き合い。ん、どこか行くのか。おもちゃ屋さ、機動戦士ダンダム金星の魔術師の新作プラモデルを買いに行く。ああ、ダンプラね。アニメがすげえ面白くてプラモも欲しくなってね。ああ、俺も見てる、かっこいいよな。あ、ここだここ。って売り切れだと。すげえ人気だな。仕方がない、他の店に行こう。え、ここも売り切れかよ。ここもここもここも。ダメだ、ネットショップも全て売り切れだぜ兄貴。どうしてこんなにも売ってないんだ。あ、兄貴、ダンプラがフリマサイトに大量に出品されてるぜ。なんだって、2万円だと。定価の10倍じゃねえか。兄貴、これって俗に言う転売ってやつじゃねえ。ねえ、己転売やめ、俺にダンプラを買わせない気だな。どんなやつが買い占めてるのか突き止めてやる。ああ、そいつはいい。でもどうやって調べるんだ。この店に設置されている監視カメラの映像をちょっと見せてもらうのさ。警備室への侵入くらい俺たちにとっては朝飯前だ。なるほど、さすが兄貴。よし、うまくいった。これが監視カメラ用のモニターっぽいな。商品の棚が映っているのはこのカメラか。こいつの映像をダンプラが残っている時間まで早戻しして。あ、今のところ。そう、ここだ。これって…なるほど、ミスターマネーの仕業だったのか。こんなことをして稼いでいるとは。兄貴、ミスターマネーのところに行って文句言ってやろうぜ。いや待て、もっと面白いことを思いついた。面白いこと？何をしてるんだ。いいか、これをよく見ろ。過去の映像を見返したところ、この店は毎週金曜の午後3時にダンプラを店頭に並べていることが分かった。なるほど、じゃあその日のその時間に買いに来れば手に入るってことか。甘いな弟。え、それだけじゃ面白くないだ。今度はミスターマネーに悔しい思いをさせてやるのさ。それってミスターマネーより先に俺たちがダンプラを買い占める。おお、さらにそれを転売すれば今度は俺たちの方が大儲けだ。さすが兄貴、頭いいぜ。もっと褒めてくれてもいいんだぜ。兄貴すげえ、かっこいい、天才、ずる賢い。最後の一言はいらないだろ。とりあえず実行の日までに買い占めるための金を用意するぞ。おお、ついにこの日が来た。まだミスターマネーは来てないな。ああ大丈夫だ、いない。来た、行くぞ。おお、やったぞ、ミスターマネーより先に買ってやった。今頃悔しがってるかもしれないな、あいつ。って、あれはミスターマネーじゃないか。あんなところで何やってんだ。おいミスターマネー、
何してるんだ。ああ、ミスターレッドとミスターブルーか。俺は今、子供たちにダンプラを無料で配っているところだ。なんだって無料？どうしてそんなこと。テンバイヤーのせいで本当に欲しい子が買えずに困っているからな。俺が代わりに買って配っているのだ。それが金持ちの務めというもの。はあ！いや、ちょっと待て。お前がダンプラを買い占めて転売してるんじゃないのか？転売？俺はそんなことは一切していないぞ。俺は子供のために買い占めただけだ。ただ、別の理由がもう一つあるがな。あ？俺が楽しみにしていた希少なキャビアをつまみ食いした奴がいる。まさか、あの時の。それと引き換えに、そいつが楽しみにしているものを目の前から奪ってみたのだ。そんなことで、買い占めを。でもよかったではないか。大好きなものをたくさん買えて。ただ、もう転売には向いていないかもしれないが。え？兄貴、どうした？今フリマサイトを見たんだけど、購入したダンプラの値段がすげえ安くなってる。なんだって？俺がたくさん買って、たくさん配ったからな。欲しい人にまで行き渡っていたのだろう。我ながらいいことをした。はぁ！儲かるって言うから俺も金を出したのに。うわぁ！ふん。第7話、異世界転生して勇者になった結果、チャンネル登録と高評価よろしく。ミスター赤ちゃん、何読んでんだ？お、これか。こいつは最近巷で人気の異世界転生漫画、僕転だ。僕転？僕が転生したら勇者になって無双した剣、略して僕転ですよ。なるほど。で、ミスターブラックも読んでるのか？私だけではありませんよ。全員？なんだ、ミスター銀さんは僕転を知らないのか？すげえ流行ってるんだぜ。面白いから絶対に読んだ方がいいよ。おお。はあ、この本は俺のバイブルだ。バトルシーンが戦い方の参考にもなるからな。マジか、そんなに流行ってるなんて全然知らなかった。俺のをちょっと貸してやるから試しに読んでみろよ。え、いいの？ありがとう。じゃあちょっとだけ。おお、なんて面白いんだ。俺も異世界でこんな勇者になってみたいぜ。なるほど。これを読んだら誰でも主人公の勇者になってみたいって思っちまうんだよな。かっこいいし強いしモテる。でも実際に俺がなれるわけじゃないんだよな。よし、授業始めるぞ。で、みんなどうしたんだ？そんな浮かない顔をして。すまない先生、俺たち勇者になれませんかね。勇者？なるほど、それで実際に勇者になってみたいというわけか。じゃあ試してみるかい？本当ですか？やったー。それじゃあいつものように邪気を退けし霊剣よ、次元を切り裂き、汝が望む世界を呼び覚ませ。すまない。おお、本当に勇者っぽくなってる。すげえ。で、勇者になったはいいが、これからどうするんだ？もちろんお姫様を助けて、その後は。やはり異世界といえばモンスターを倒して強くなることだ。なるほど、ゲームみたいに経験値を稼ぐわけか。でもそのモンスターはどこに？あそこに何かいるぜ。あれって、おそらくスライムですね。はあ、スライムといえば弱小モンスターの定番。最初の経験値は俺がもらう。ミスターマネー。よし、ここは俺が。ほりゃーって、溶けた？おいおい、スライムにしちゃ強すぎねえか。そうかもしれないけど、このままじゃミスターマネまで溶けちゃうんじゃ。なんとかして助けないと。おい、なんだよ、こんな時に。あれ？うわぁ！なんだ、こいつは。見た目や骨格から推測するに、おそらくゴブリンですね。ゴブリン？って、これが、でかすぎだろ。てか、ゴブリンって普通雑魚モンスターじゃん。来るぞ、避ける。こんなやつと戦えってのか。無理だぞ、どうすんだ。とにかく逃げる、それが最良だ。おい、ちょっと置いてくれって。ひぇ、なんかとんでもないパワーなんですけど。足もすげえ速い、このままじゃ追いつかれちまうぜ。兄貴、
これなら見つからないだろう。仲間には攻撃できないだろうしな。あ、お前らずる。うわっ、二人ともやられちまった。あいつら何かする気だぜ。まさか。危ねっ。わっ、ミスターバナナ、お前めくれてんぞ。え、うわ、ミスターバナナがやられちまった。うわっ、赤ちゃん。ブラックまで、なんなんだよこんなの。全然勇者でもないし無双でもないじゃん。ひー、もう無理だ。すまない先生。すまない、すまない。勇者を名乗るにはまだまだのようだね。はうん。第8話、ゲームでチートをしまくった結果、チャンネル登録と高評価よろしく。くそー、この、やべ、なあ、やられた。また再開だよ。やってらんねえ。こいつら絶対チート使ってるだろう。そうでなければこんな強いわけないし。あ、ミスターブルーじゃないか。こんなところで何やってんだ。あ、すまない先生、聞いてくださいよ。ってわけなんですよ。なるほど、自分が勝てないのは周りがチートを使っているせいだって言いたいんだね。そうです。じゃあミスターブルーもチートを使ってみるかい。え、できるんですか。まあね、この剣の力を借りれば簡単さ。それならぜひお願いします。じゃあ早速やるよ。邪気を退けし霊剣よ、次元を切り裂き、何時が望む世界を呼び覚ませ。すまない。って、ここどこ。落ちてる。どうなってんの。やべえよ、このままじゃ地面に激突しまう。待てよ、この状況どっかで見たことあるぞ。そうだ、俺がさっきまでやってたゲームにそっくりじゃないか。ってことはやっぱりゲームと同じだ。ふう、助かった。まさか俺自身がゲームの中に入っちまうとはな。まあそれはよしとして、ここがゲームと同じってんならプレイのルールも同じはずだ。こうして街を見下ろすとマップも全く一緒だ。なら高価値点はあそこがいいな。このゲームは拾った武器で戦い合い、最後の一人まで生き残るのが目的だ。そのためには素早く装備を整える必要がある。ゲーム内でも病院には武器が豊富に落ちてるから、最初の高価値点としては最適な場所だろう。よし、無事着地。あとは室内で。ってえ、いきなりこんなに。防弾チョッキにガトリング、それに回復アイテムと弾の入ったマガジンもいっぱい。ゲームでは一度にこれだけ落ちてたことはないぞ。これがチートってことなのか。まあいい、とりあえず拾っておこう。まずは防弾チョッキを拾って、で、100って何。普通最大3個までしか持てないはずだけど、これもチートなのか。じゃあこっちは。ちょ、なんだよこれ、弾が無限ってやりすぎだろ。それに両手にガトリングって完全に重量オーバーなんだけど。でもまあ強すぎて悪いことはないか。狙撃された。もう場所がバレたのか。すぐに移動しよう。おお、こんなに装備してるのに素早く動けるぞ。ここもバレてるのか。このままじゃ移動できないな。ん、この体のままゲームの世界に入ったってことは、この世界でも俺の得意な擬態も使えるんじゃ。やってみるか。おお、使えた。よし、これなら怖いもんなしだ。これはいい。敵には俺の姿は全然見えてないからやりたい放題だ。よっしゃ、初めての1位、気分爽快だぜ。この調子で連戦だ。そこ、後ろがガラ空き。チート最高。あれ、反応しないぞ。どうしてだ。足りないってどういうことだよ。もっと遊ばせろよ。あ、運営からのお知らせ。ねえ、それはないよ。ちょうど面白くなってきたところなのに。え、何、どういうこと。ログアウトって言ったってどうやればいいんだよ。もしかしてこれやばいんじゃ。ああ、ちょっと俺どうなるの。誰か助けて。うわ、どうやらミスターブルー以外は
誰もチートを使っていなかったようだね。ゲームがチートすぎてすまない。第9話、ミスターブラックの仮面の下を暴いた結果、チャンネル登録と高評価よろしく。よし、今日はゾンビオムライスが攻めてきた時のために体を鍛えるぞ。いやいや、ちょっと待ってください。ゾンビのオムライスって何？ゾンビなの？オムライスなの？てか、そもそもそんなもの存在しないでしょ。じゃあ腹筋1万回いくぞ。スルーか。っていうか1万回って普通に死ぬんですけど。1、2、ってみんな真面目にやってるし。はい、そこサボらない。9999、1万。はい、お疲れ。はあ、死ぬかと思った。絶対この回数おかしいって。おい、ミスターブラック、顔が沸騰してんぞ。え、そうですか。やはり仮面をつけたまま運動すると蒸れますね。いや、蒸れたとかいうレベルの水蒸気じゃないけど。とにかく汗を拭いたらどうだ。これ貸してやるからさ。これはどうもありがたく使わせていただきます。そういえばこれまで全く気にしてこなかったけど、ミスターブラックの素顔って見たことないぞ。一体どんな顔なんだ。やっぱりクールな振る舞いにぴったりなイケメンなのか、それとも正反対なワイルド系。いや、いつもみたいに正確に物事を考える姿からすると、実はアンドロイドっていう可能性もあるな。ああ、そんなことを考えていたらすっげえ気になってきた。今なら前に回り込めばミスターブラックの素顔が見れる。ちょっとだけならいいよな。これがミスターブラックの。あれ、俺は今何を。確かミスターブラックの素顔を覗こうとして気がついたら誰もいなくて、どうなってんだ。誰、腹筋1万回とか真面目にやっちまった。疲れすぎて何もやる気出ないぜ。ここはシャワーでも浴びてすっきりするのが一番だな。ん、これはミスターブラックの仮面じゃねえか。ってことは今あそこでシャワーを浴びているミスターブラックは素顔の状態、興味がないってわけじゃないよな。これはどういうことだ。うっほー、やったぜ。給食の時間だ。みんな、今日は普段の給食と違って僕が特別なランチを用意したからね。これを食べてくれ。それは楽しみですね。うん、いい匂いがするぜ。いただきます。あが、どうしたんだミスターアガちゃん。ここでゾンビオムライスが攻めてきた。見た目はあれだけど味は保証するよ。確かにこれはうまい。本当かよ。こいつはうまい。なんだ、食べないのか。いや、食べるけどちょっと気になることがあって。気になること、なんだお前もか。え、ってことはミスターレッドも。ああ、俺もたまたまミスターブラックの素顔を見る機会があって、ちょっと覗こうとしたら意識がなくなってしまったんだ。俺と全く同じ現象だな。なぜそんなことが起きたのか気になるよね。ああ、気になる。ミスターブラック、仮面にケチャップついてるぜ。え、本当ですか。教えてくれてありがとうございます。これ使うといいよ。何から何まで助かります。え、ミスターブラック、お前その顔は何なんだ。え、これですか。あなた方の視覚をハッキングして仮の映像を見せているのですよ。視覚をハッキングって、そんなことが現実にできるのか。私が開発した次世代 MR 超複合現実技術ならば可能です。マジか。でもどうしてそんなことを。それは分かっているでしょう。こっそりと私の素顔を覗こうとする方々がいないとは限らないですからね。ゾンビオムライスがうますぎてすまないけど、ミスターブラックのハッキングがすごすぎてすまない。第10話、食事がすべてお菓子になった結果、チャンネル登録と高評価よろしく。いただきます。うえ、人参だ。こいつはパスタね。俺はピーマンが苦手だ。キノコはあんまり好きじゃないな。リンゴには怒りを感じる。俺はミルクがあれば他はいらないぜ。はぁ、もっと高級な食材を出してほしいものだな。なんだみんな、好き嫌いは良くないぞ。僕なんかこれで6杯目だぞ。食べ過ぎでしょ。
てかすまない先生、さっきから米しか食べてないですよね。聞け、先生も人のこと言えないんじゃないですか。うん、じゃあどんな給食だったら残さず食べてくれるんだい。それはまあ、お菓子だったらいくらでも食べられるぜ。あ、それいいね。給食だけじゃなく食事は全部お菓子でもいいくらいだ。いやいや、全部はダメでしょ。いいね、それ採用。邪気を退けし霊剣よ、次元を切り裂き、何時が望む世界を呼び覚ませ。すまない。ん、うお、大量のお菓子、それが今日の給食な。やった、最高だぜ。やっぱ野菜とか食べないと体に悪いと思うけど。何言ってんだ、ポテチは野菜だろ。そりゃそうだけど、そういうことを言ってるんじゃなくて。あー、チョコうめえ。やっぱり竹林の里が一番だな。兄貴、チョコなら椎茸の村の方がうまいぜ。何言ってんだ、竹林の里一択に決まってるだろ。はあ、椎茸の村に勝てるチョコはないだろ。そんなことで争ってる場合じゃないと思うけど。いや、さすがに飽きてきたぞ。はあ、なら俺がもらってやる。なあ、お腹が空いててもお菓子を見るだけで吐き気がする。ミスターマネー、俺の分やるよ。全力で断る。もうダメだ。今なら人参もうまそうに見えるかもな。だな、俺もピーマン食えそうな気がする。うう、普通のご飯が食べたい。そう言われてもな、ここはお菓子しかない世界だぜ。どうにもならねえよ。スーパーに行ってもお菓子しか売ってませんし、家の冷蔵庫を開けてもお菓子しか詰まっていないですからね。やっぱ無理か。普通の食事食べたい。ミスターバナナ、お前まさか何かお菓子以外の食べ物を持っているのか。いいえ、持っていない。なんだ、期待しちゃったよ。来た、一つアイディアが。アイディア、まあ僕に任せたまえ。できたぞ。おお、これはカレーライスじゃないか。しかもカツまで乗ってるぞ。カツカレーだ。こんなのどうやって作ったんだ。そんなことどうだっていいじゃねえか、早く食おうぜ。そうだね、あったかいうちに。いただきます。なにこれ、カレーじゃないの。お菓子を原料に作った料理。は、カレーのルーは溶かしたチョコレート、米やシリアルをお湯で戻したもので、カツはうましぶ、お、それっぽい形に削ってみた。ああ、他にもカンガルーのマーチのパリパリサラダ、ポリッキーのパスタ、ブラッドサンダーのステーキなどもあるぞ。いらんわ。おお、カツカレーじゃないか、うまそう。あれ、みんな食べないの。じゃあ僕がもらっちゃおうかな。別にいいですけど。そう、ありがとう。じゃあ、すまない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 、こっちもすまない。あー、うまかった。みんなありがとな。マジか、お菓子が好きすぎてすまない。第11話、突然デスゲームが始まった結果。チャンネル登録と高評価よろしく。ああ、暇だな。なんか面白いことねえかな。それなら、このゲームが面白いぜ、兄貴。あ、俗物の森か。こいつは和むな。え、そうじゃないんだよ。確かに面白いけどさ、俺が欲しいのは、もっと刺激のあるもんなんだよ。なら、このバナナグミを食べるか。グミ？まあ、もらおうか。って、スーパー！当然だ。激酸っぱバナナグミだからな。バナナって言ったら甘いのが普通だろ。てか、そういう直接的な刺激じゃないんだよ。なんていうか、心がハラハラ、ドキドキするようなことをしたいのさ。じゃあ、ハラハラドキドキするゲームをしてみるかい。お、すまない先生、いつの間に。で、そのハラハラドキドキなゲームってのは一体。それは実際に試してみてからのお楽しみかな。面白そうじゃねえか。じゃあお願いしますよ、先生。わかった、それじゃあ行くよ。え、ちょっと、なんか嫌な予感しかしないんだけど。邪気を退けし霊剣よ、次元を切り裂き、何時が望む世界を呼び覚ませ。すまない。どう、やっちゃったよ。ん、なんだここは、真っ暗じゃないか。あ、すまない先生。僕はすまない先生ではない。え、じゃあ誰なんだよ。僕はすまないの神、略してすま神だ。いやいや、どう見てもすまない先生でしょ。しー、今しーって言ったし。神様、すげー、本物だ、信じてるし。で、そのすま神が何をしてくれるんだ。
これから君たちにクイズを出題する。不正解だったものはこの場から消えてもらう。消えるってどういうことだ？そのままの意味さ。これはデスゲームだからね。え、面白い。最高に刺激的だ。やってやろうじゃないか。おい兄貴、本気かよ。どの道を下ろさせてはくれないんだろう。なあ、須磨神さんよ。その通り。じゃあ早速最初の問題を出すよ。第1問、食べると安心するケーキはなんだ。はあ、簡単な問題ではないか。食べたらホッとする、すなわちそれはホットケーキだ。ペッペー、正解。なーに、正解はアイスケーキでした。なぜ？アイスケーキだからね。はあ、人は愛されるほどアイスのように冷え切った心にぬくもりが宿り、心穏やかになるんだよね。そんな深い話って、うわっ、うわー、ミスターマネー、なんてこった。さあ次行くよ。第2問、この冷蔵庫の中に動物がいます。どんな動物？これは分かったぜ。冷蔵庫の真ん中に象が入ってる。だから答えは象だ。ベッベー、正解。はあ、ここをよく見てみて。この冷蔵庫はエレファントチルシの製品じゃなくてトラインダストリー社の製品だよ。なので答えはトラでした。うわー、なんで本物のトラ。うわー、こっちに来んな。向こうに行ってくれ。うわー、なんで俺まで。さあ次が最終問題だ。これをクリアすれば見事このデスゲームから脱出することができるよ。よし、絶対クリアしてやるぜ。第3問、体がビリビリと痺れちゃう本ってなんだ。うん、痺れる。ですから普通に考えると偉人などの人生が綴られている伝記が伝記とかけて正解だと思うのですが、これまでのパターンからして素直にそれが正解とは思えないな。でしょうね。何か普通ではない、ひねりやトンチが効いているはずです。ひねりやトンチか。もしかしたら何か分かったのか。ビリビリだから破けた本なんじゃないかな。それだ、いかにもすまない先生が考えそうな答えですね。すまがみね。そこ大事なんだ。まだかな。一応時間制限はあるからね。残り10秒。9、8、分かったぜ。お、そうかい。じゃあ聞くよ、ミスター銀さん、頼む。え、俺、お前が出した答えだろ。なんか納得いかないけどやるしかないか。答えはビリビリに破けた本だ。不正解。うわー、なんでだ。理不尽です。ああ、見事な落ちっぷりだね。ちなみに正解はドクター石ころの漫画でした。主人公のマンクーがかっこよすぎて痺れちゃうからね。確かにこいつは痺れるくらい面白いぜ。漫画が刺激的すぎてすまない。第12話、すまない先生に全員で挑んだ結果、チャンネル登録と高評価よろしく。よし、みんな集まってるな。今日もいつものように厳しい世界で生き抜くためのサバイバル術を学んでいくぞ。じゃあ本日のお題は、もしも巨大な蚊が襲ってきたらだ。先生、質問があります。なんだい、ミスターブラック。巨大とはどれくらいの大きさなのですか？だいたい人間と同じくらいの大きさかな。どんだけでかいか。それだけ大きいと、もし刺されたら全身の血を吸われて即死ですね。そうそう、かなり危険なんだよ。だからシミュレートしておいた方がいいかなって。なるほど、そういう理由ですか。納得した。てか、そんな巨大な蚊実際にはいないでしょう。そうかな。ってあんたがやるかーい。僕が巨大な蚊の役をやるから、みんなはそれを退治してくれ。そんな存在する怪しいもののために訓練するなんてだるいぜ先生。一番最初に退治した人には賞品を出すよ。よし、いつでも来い。代わり身早っ。みんなも。で、銀さんはどうするんだ。仕方がない、やりますよ。じゃあ説明するね。ルールは簡単。みんなに配ったその叩き棒で僕の頭にある風船を最初に割った人の勝ちだ。はぁ、
簡単ではないか。賞金は俺様がいただきだな。それじゃあ準備はいいかな。よーい、スタート。うわ、攻撃してくるなんて聞いてないぞ。そういうことなら、なんて素早いんだ。しかも飛べるなんてずるいぜ。ただからね、飛べて当然だよ。ならばここは僕に任せても。ミスターバナナ、何をする気だ。すまない先生は白米に目がない。だからこうやって招きよ。油断したところを仕留める。この炊きたての香りは、おお、これはうまそうなおにぎり。いただきます。疑わず食べ始めた。もらった。おお、いくらなんでもあからさますぎるよね。あっ、こんなの絶対に無理じゃねえか。通常の攻撃方法ではかのように素早いすまない先生を捕らえることは不可能に近いでしょうね。じゃあ諦めろってのか。いえ、私に考えがあります。なんだ、そりゃ。以前防犯目的で作成した大口径多目的機関銃です。何を防犯するんだ、物騒だ。これに少し改造を施して叩き棒を装填できるようにしました。おお、そいつはすげえ。じゃあこいつを借りるぜ。そこだ。なんだ、ミスターレッドが。ああ、反動がすごすぎてうまくコントロールできねえ。ミスター銀さん、危ねえ。すまない。ミスター銀さん、大丈夫だったかい。おお、ありがとうございます。すまない先生。あ、風船が、え、あー、割れちゃったね。まあミスター銀さんが無事なことの方が大事だからね。先生、じゃあ今回はミスターレッドの勝利ってことかな。いや、今のは偶然だ。それにミスター銀さんを危険な目に遭わせちまった。だから今回はミスター銀さんに賞品をあげてくれ。え、いいの。あ、やったー。それじゃこれが賞品ね。おお、ありがとうございます。ふんふん、何が入ってるかなーって。どうした。うわっ、なんですかこれは。トンボの飼育セットだよ。トンボ。トンボの幼虫であるヤゴは蚊の幼虫であるボウフラを食べてくれるって言われてるからね。蚊の対策には最適でしょ。はあ、そうですね。もらわなくてよかった。ヤゴが多すぎてすまない。第13話、ゾンビになったらどうなるのか。チャンネル登録と高評価よろしく。あれ、ミスターバナナ、どうしたんだ。そんな難しそうな顔をして。実は悩みがあって。悩みってどんな。あまりひ弱で困っているのだ。え、ひ弱。ミスターバナナが。そんなイメージ全然ないけどな。そんなことはないぞ。例えばどこかに体をぶつけただけですぐに黒くなってしまうのだからな。その体、まんまバナナの。それだけじゃない。数日放置しただけで体中に黒い斑点が出てくるしな。それシュガースポットだから、バナナの食べ頃のサインだから。てかその体ってどうなってんの。ふん、何その意味ありげな笑い、超気になるんだけど。とにかくこの柔らかい体では戦闘に不向き。もっと硬くて強い肉体になりたいのだ。なるほどね。おすまない先生、なんでそんなとこに。いやー、最近寝不足気味でね、ちょっと昼寝しようかと思ってさ。あー、わかります。うとうとしてきた時についロッカーで寝てしまうことってよくありますよね。ってそんなわけあるか。ミスター銀さんにはかなわないな。本当のことを言うと、実は盗み聞きが趣味なんだ。先生、今さらりととんでもないことを言っていることに気づいてますか。で、ミスターバナナは強い体になりたいんだって。無視した。ええ、そうなんです。じゃあ強靭な肉体を手に入れた世界を体験してみるかい。出た。この流れって絶対にひどい目に遭うパターンだよ。ミスターバナナだってそう簡単に話に乗ったりしないですよ先生。ぜひお願いします。おえー、てなわけでその願い受けたまわった。え、ちょっと待、邪気を退けしってめんどくさいのでいかなく。すまない。ああ、やっちゃったよ。ってあれ、でも何も変わった様子はないな。僕も特に強くなった感じはしないな。ミスターマナー、って、なんか様子おかしくないか。
ゾンビうぇーギャーこれってどういうこと。すごく顔色が悪かった。何か悪いものでも食べたのだ。いやいや、ゾンビだから体調が悪くてあの色なわけじゃないから。しかもご丁寧に自分からゾンビって叫んでるし。そうなのか。僕はてっきりミスターマネーが腹を壊してトイレを探しているものだとばかり思っていた。どこにトイレに行きながらゾンビって叫ぶ人間がいるんだよ。ゾンビってまた出た。こっちだ。ゾンビくそー、どうしたら。ってまさかこいつで撃つ気か。もし本物のミスターマネーたちだったらどうすんだよ。問題ない、ゾンビなら排除するだけだ。はぁ、おいで、聞かないだと。ゾンビ、いやー、なんかさっきより怒ってるような気がするんだけど。やあ二人とも、楽しそうにやってるじゃねえか。そうね先生。てかどうやったらこれが楽しそうに見えるんですか。うーん、最高。ふぅー、無理に盛り上げようとしないでください。おかしいな、ちゃんとミスターバナナが望んだ通りの世界になってると思うんだけど。確かに強靭な肉体のゾンビに追われてますけど、強靭になるべき人が違うんじゃないですかね。ミスターバナナ、どうしたんだ、急に笑い出したりして。分かったのさ、強靭な肉体の秘密が。え、そう、顔が緑色だからだ。いやいや、何言ってんの。というわけで僕はいい。は、ちょ、何やってんの。おお、ミスターバナナが熟してない、青バナナになった。これは見るからに硬そうだ。だろう、ついに鋼の肉体を手に入れた。これで僕は、うわー、どうして。どうやらゾンビたちは熟したバナナの香りに引き寄せられてたみたいだね。バナナが熟しすぎて、すまない。第14話、女体化したらどうなるのか。チャンネル登録と高評価よろしく。どこかにトイレないかな。あ、あった。え、改装中か。仕方がない、他を探そう。あ、あそこに。げ、ここもかよ。てか、ちょっとヤバい感じになってきたんですけど、早く探さないと。ここも、ここも。マジか、なんで。げ、呪われてるとしか思えない。うわ、ダメだ、もう限界かも。おや、ミスターブルーじゃないか。なんだか楽しそうだね。何かいいことでもあったのかい。どうやったらそんな風に見えるんですか。こっちはトイレを我慢して大変なんですから。はっ、なるほど、大変だね。じゃあ僕はこれで。無視か、生徒が困ってるんですから助けてくださいよ。だってあっちは空いてるんじゃないか。女子トイレじゃないですか、入れるわけないでしょ。そうかな、これでいけるんじゃないか。え、すまない。何が起こった。え、なんだこれ、まさか俺女の子になっちまったのか。マジかよ、どうすんだよこれって。とにかく今は背に腹は変えられない。はぁ、助かった。一時はどうなるかと。って、うわっ、いつ。大丈夫か。あ、ありがとう。って兄貴じゃん、ここで何してんだ。うわっ、ちょっと近いって。どうしたんだ、なんか変だぞ兄貴。変なのは君の方だ、急に寄ってきたから。その、なんだ、照れちまうじゃねえか。うん、そうか、兄貴は俺だって分かってないのか。ちゃんと話さないとな。やっべ、この子すげえ可愛いんだけど。それに、なんだこの気持ち、初めて味わう感覚だ。これってもしかして、てか初対面で距離感おかしくないか。俺のこと兄貴って呼んでくるし。でもそこがいい。驚かせちゃってごめん、俺だよ俺、ミスターブルーだよ。ブルーちゃんってのが好きです、付き合ってください。唐突すぎんだろ。てか人の話聞いてんのか。俺は兄貴の弟だって言ってんだよ。ああ、バットにボールをちょこんと当てて走者を進塁させるやつか。それ送りバント。弟の音としか合ってないし。じゃああれだ、宇宙に向かってドカーンと打ち上げるやつ。それは大型ロケットだから。そしてやっぱり音としか合ってないから。っていうかさっきから絶対わざとボケてるよね。そんなことはない、いつでも俺は真剣さ。うわぁ、ということだから俺たち結婚しよう。なんでそうなった。え、何ここ、どこ。ここは教会です。今からレッドとブルーの結婚式を取り行います。はぁ、いつの間に。兄貴まで。幸せにするよブルーちゃん。どうしてこうなった。
めでたすぎてすまない。第15話、不安を感じなくなったらどうなるのか。チャンネル登録と高評価よろしく。お、ミスターブルーじゃないか。どうしたんだ、そんな暗い顔して。ミスター銀さんか。実はこれから歯医者に行くところなんだ。でも治療のことを考えると不安で不安で。ああ、わかる。痛いんじゃないかって不安になるよな。そうそう、あまりの痛さに医者の頭を掴んで、そのまま額に連続膝蹴りを加えてしまいそうで不安だよな。何の不安だよ、歯医者さん死んじゃうよ。兄貴は、へっ、歯医者なんて麻酔をすればなんてことはないぜとか言ってるけどさ、逆に麻酔が効きすぎて映画とか見ても感動できなくなったらどうしようかと思って。口の中は麻痺しても心は麻痺しないから。とにかく不安で仕方ないんだよね。やっぱ行くのやめようかな。いやいや、ちゃんと治療しないと、もっと大変なことになるよ。なんだって。おー、すまない先生、なんでそんなとこから。いや、大変なことになるって聞こえたからさ。そいつは大事だ。現場はどうでいい。いつから江戸時代の火消しになったんですか。で、歯医者に行くのが不安なんだって、ミスターブル。一応ちゃんとは聞いているんですね。そうなんです。ドリルがキュイーンってのが怖いんです。なんで急に可愛く言った。なるほど、そんなミスターブルーの不安を取り除くいいアイテムがあるよ。本当ですか。じゃーん、不安よ不安不安、飛んでいけボタン。すまない先生がドラえもんっぽくなった。何ですかそのボタン。その名の通り、このボタンを押すだけで目の前にある不安が立ちどころに消え去ってしまう神アイテムさ。お、それを貸してくれるんですか。はいよ。やった、じゃあ早速歯医者に行ってきます。そんなルンルンで歯医者に行く人初めて見たよ。てか嫌な予感しかしないんだけど。はい、じゃあ削ってきますよ。よし、今だ。全然怖くないぞ。ちょっと痛いけど全然怖くないぞ。はい、危ないですから黙っててくださいね。いいのかあれで。よし、今日の授業はハイキングだ。早速出発するよ。あ、そうだ、この山はクマが出るから気をつけてね。え、マジかよ。く、クマが出たぞ。うおー、うわー、行ったそばから出るなんておかしいでしょ。おえー、ミスターブルー、お前食われてんぞ。なに、本当か。だがすでにこのボタンを押しているからなんともないな。本当に大丈夫なの。ちょっと痛いが問題ない。痛いのかよ。さあみんな、ハイキングを再開しようぜ。そのまま行くんかーい。この先吊り橋を渡っていくからね。めっちゃ壊れてるじゃないですか。さすがにこれは無理じゃないか。はっはっは、こんなの全然余裕余裕。いやいや、それ絶対落ちるフラグだから。ほら、言わんこっちゃない。なんてね。うわ、びっくりした。どうなってんだ。よく見ろよ、吊り橋のボロボロ加減にばかり目がいって下が見えていなかったのさ。なんだ、そういうことか。あれ、じゃあなんで吊り橋を渡るときにボタンを押したんだ。それはほら、橋の向こうにあれがいたからさ。うわー、ギもしかして追ってきているクマはそのクマの親なのではないですか。子供を取られて怒ってるってことか。なるほど、それはありえるな。ミスターブルー、そのクマを親に返すんだ。え、こいつをか。それじゃあ、これ。親子じゃねえのかよ。ナイスアタックで、すまない。第16話、学校の地下がダンジョンだったらどうなるのか。チャンネル登録と高評価よろしく。やあみんな、集まってるね。今日はみんなに学校の地下へ潜ってもらうよ。地下、学校に地下があるという話は聞いたことがありませんが。うん、僕が言っているのは地面の下を通っている緊急脱出用の秘密通路のことだからね。なんで学校の地下にそんなものが。それはもちろん生徒たちを逃がすためさ。もしも学校に人食いガメモンスターが襲ってきたりした時に必要でしょ。いやいや、そんなものちょくちょく襲ってこないから。てかそんな生き物いないでしょ。いや、わからないぞ。え、バナナが喋ってるぐらいだからな。え、ありえるかもしれない。おい、それで我々はなぜ今回その地下通路に。点検のためだよ。長いこと使われてなかったので、たまにはメンテナンスしないとね。なるほど、そういうことですか。というわけだから
みんな言ってくれるかい？まあそういうことなら。だれーけど、しゃあないかい。それで、その地下通路へはどうやって？あそこから入れるよ。なんかどっかで見たことあるやつなんですけど。もうこの時点でヤバそうな雰囲気しかしないし、俺行くのやめとこ。何してんだミスター銀さん、もうみんな行っちまったぜ。いや、俺は行かないって。いいからいいから。うわっ、いっつ、行かないって言ったのに。おお、ここが秘密の地下通路か。まるでダンジョンみたいだな。それで、すまない先生はメンテナンスって言ってたが、実際どうすればいいんだ？点検ですからね。すべての通路を回って異常を発見したら報告するということでいいんじゃないですかね。なるほど、ならさっさと終わらしまおうぜ。おい兄貴、あそこに何かあるぜ。あ？これは海賊のお宝か。いや、ここ地下だから。なんで海賊？てか、あからさますぎて逆に怪しいでしょ。まあ、それもこいつを開けてみればわかることだ。ん？どうやら鍵がかかっているようだな。なら、俺に任せろ。お、頼むぜ弟よ。こんな程度の鍵、俺にかかればちょろいぜ。と、開いた。ん？なんだこれ、これって。間違いない、宝の地図だ。マジで？そんなことってあるのか？とにかく、この場所に行ってみようぜ。地図によるとこの辺りなんだけど。ってなんだこりゃ。はあ、これは真珠だな。いやいや、こんなでっかい真珠が存在するなんて聞いたことないよ。俺は普段から宝石を見慣れているからすぐにわかる。こいつは正真正銘の真珠だ。うそーん、地図が示している通りのお宝だったというわけですね。ってことは俺たち大金持ち。しゃあ、そうと分かれば早速運び出そうぜ。ああ、これだけの大きさがあったらかなりの金になりそうだ。それってミルクだったらどれぐらい買えるんだ？一生分は買えるだろうな。うわー、最高じゃねえか。分け前は均等なんだろう。まあそれが妥当だろう。ちょっと待った。なんだミスター銀さん、やっぱおかしいと思うんだよね。お宝をこんな無防備な場所に置くなんてことあるのかな？理由なんてどうでもいいだろう。真珠は真珠なんだからさ。ていうか銀さんは分け前いらないのか？え、この前欲しいって言ってた高級工具セットが好きなだけ買えるぜ。高級工具セット、好きなだけ。さあ急いで運ぼうぜ。こんなでかいもんどうやって運ぼうかと思ったけど、案外簡単だったな。そういう自分は全く手伝ってないよね。なんだ、えっ、なんか出た。うどうやら真珠ではなく亀の卵だったようですね。おいミスターマネ、お前さっき本物だって言ってたよな。ははっ、何のことかな。もしかしてあれはすまない先生が言っていた人食い亀なのでは。ひえ、何これ。しいたけがうますぎてすまない。いや食べちゃダメでしょう。第17話、すまない先生 VS ミスターレッド、本気で戦ったらどうなるのか。チャンネル登録と高評価よろしく。あードーナツうめー。ほんほん、そうだね、止まらないよね。ほん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 。お、おっと、抜けがけは良くないな。先生こそ大人げないぜ。それならどうだろう、最後のドーナツをかけてゲームで勝負しないか。ゲーム面白い、その話乗った。で、そのゲームってのは？ババ抜きで勝負だ。ほう。ただし使うカードはお互いに4枚ずつ、それにジョーカーを1枚足した状態から始めるよ。ルールだけど、ジョーカーを持っていない方が引き続けることができるよ。それで最後までジョーカーを持っていた方が負けだ。オーケー、分かったぜ。じゃあ僕が先にジョーカーを持つね。よし、やってやるぜ。うん、ははん、俺にそのカードを引かせようってんだな。そんなトラップには引っかからないぜ。でもちょっと待てよ、いくらなんでもわざとらしすぎるだろ。ってことはそれがジョーカーであるように見せかけて実は違うと思わせといて、やっぱりジョーカーということもあるな。ねえ、どっちだかわからなくなってきたぜ。真ん中のカードだけめちゃくちゃ見てる。人間ってのは気になるものに自然と視線が行ってしまうらしいからな。ってことは真ん中のがジョーカーか。なら、ここだ。ちょっと、何やってんすか。何のことかな。
絶対引かせる気ないだろ。てか、これ絶対普通のカード確定じゃねえか。そんなことないさ。こうなったら、よっしゃ、あと3枚。残りのカードも視線でバレバレだぜ。先生、人間ってのはどうしても意識しているものに視線が行ってしまうもの。今、すまない先生の視線は右端ばかりを気にしている。ということは、これだ。いでー、いくら取られたくないからってこれはないでしょう。でも、それでわかったぜ。これとこれだ。よっしゃ、最後の1枚だ。このままの勢いで勝つぜ。そう簡単には勝たせないよ。アルチプレイイリーション。カードがどんどん増えていくって、そんなことあるかい。てか普通にやってくださいよ先生。仕方がないな。じゃあこれで勝負だ。よし、決めた。こっちだ。今の仕草は分かっちまったぜ。今俺が右のカードを取ろうとした時、すまない先生は唇を噛みしめた。それがどうしたって言うんだい。それはすまない先生が自分の勝利を確信し、思わず笑みがこぼれてしまいそうになったのを耐えようとした仕草だ。それはたまたまだよ。そんなこともたまにはあるでしょ。いや、間違いない。今もこうして動揺を隠しきれてないしな。よって正解はこっちだ。何？嘘だ。そんなはずは。厳しい山賊の世界で生き抜いてきた俺だ。人の仕草を読む力には自信がある。あれは確実に勝利の笑みだった。これは2枚ともジョーカーじゃないですか。最初から騙す気だったな。まあまあ、それは僕が悪かったよ。ごめん、ドーナツは半分に分けようよ。まあそれなら、てか最初からそうしていればよかったんじゃ。それを言われちゃうと、なんとも。まあとにかく、ふぃー、このドーナツうめえな。もっとないのか。お前、ドーナツの恨み、あれ、ドーナツが足りなくてすまない。